PSI ミッシングさん、対戦よろしくお願いいたします。これ絶対日本人だろ。パーティーがまず日本人だし、誰かのサブロムだろ、これ。ていうかあれじゃん。PSI ミッシングじゃなくて、サイミッシングじゃん。まあ、サイミッシングっていうのは何かというと、アニメ、とある魔術のインデックスのオープニングテーマじゃん。絶対そうだよね。やっぱ、あれか。とある魔術のインデックスなんか10月からアニメまたやるらしいし、なんかそれの宣伝も兼ねてやってきたんですかね。対戦よろしくお願いいたします。先に選出しますか。ガルランド、ガルーラが辛いんですよね。だからランドロスと生拳でガルーラを受け流しつつ、隙を見てゲンガーで抜いていくっていう、そういう選出でいこうと思います。対戦よろしくお願いいたします。まあ、いやー、とある魔術のインデックス懐かしいですね。ライトノベルはね、僕が高校生の時くらいからあるんですけど、まあ、僕が高校生の時、当時めちゃくちゃライトノベルを読んでた時期がありまして、まあ、その中で読んだタイトルの一つに、とある魔術のインデックスあったんですけど、まあ、今はもうとある魔術のインデックスもね、新訳とかまで出てきてしまって、関数が増えてしまって追えないんですけど、まあ、新訳に入る前のとある魔術のインデックス、まあ、20何巻分だっけ ?20 何巻かありますよね。分はね、全部読ませていただいたんですけど、ここは叩き落とすですね、相手のミミッキュが呪い型で身代わりから入ってきた時、トンボ打ってもアドが取れないので、叩き落とす打ちましたけど、まあ、結果としてランドロスの持ち物を叩いておくことは、損ではないので、叩いた持ち物によってはゲンガーが有利取れるし、持ち物によって相手のランドロスの育て方が分かると。ワンジロミってことはおそらく耐久型ランドロスなんで、僕のランドロスよりは遅そうですけど、とある魔術のインデックスはなんか中二病を加速させる一つの作品ですよね。まあ、僕もね、かなりこの作品の影響を受けて高校生時代をね、過ごしてきたんで、まあ、僕の周りはなんかオタクのやつも多かったんで、まあ、とある魔術のインデックス、ライトノベルは読んでないまでにしてもアニメを見てる人は、まあ、かなりいたんですけど、いや、ここナマコじゃなくてゲンガーでいいな。相手が取ってくる行動、ガンプーか、まあ、トンボだから一旦ゲンガーで様子見しよう。メザパワーどう、怖い技を持ってますね。で、まあ、よく話題になりますよね、とある魔術のインデックスといえば。なんか高校生の時にね、よく、アニメとか漫画とかで最強の能力を持っている、超能力者は、特殊能力者は誰かみたいな、そういう議題になった時に、絶対にとある魔術のインデックスのアクセラレーターというキャラクターが出てくるんですよ。まあ、詳しくは説明しないんですけど、なんか意味のわからない、作中でもなんか意味のわからない能力を持ってて、まあ、そういう話題をすると絶対に名前が出てくるやつの一人でしたね。メザパ氷で、ランドロスを倒していきます。ちなみに僕はとある魔術のインデックスの中ではね、垣根提督が一番好きです。垣根提督の利用できる人間と利用できない人間、自分にとって得な人間と損な人間、完全に分けて他人を見てる感が、なんかめちゃくちゃかっこよくて憧れで、はい。そういう垣根提督の影響も少なからず今の僕もね、受け継いで成長してる部分がありますよね。というか、やばいな、やばい。ちょっとポケモンの話するか。まあ、ここはもうゲンガー切りでいいか。魂の同速勝負勝ってもらうしかねえな。はぁじゃない、これ相手のゲンガーがメガ進化するところに掛け声合わせてしまったんだけど。あ、でも同速勝っていくー、同速勝っていくー。耐えられてるんですけど耐えられてるんですけど、ちょっとこの動画の開始3分ぐらいで僕の高校生時代のオタクが垣間見えてしまった。ランドロスかな。生拳じゃゲンガーに何もできないんで、毒々も取んないですしね、まあ、浄化バトンをするっていう手はありますけど、まあ、相手のゲンガーが耐久ぶりであることは確定なんで、なんか滅びの歌とかされるとめんどくさいから、まあ、ここはランドロスから入ってね、叩き打ちます。まあ、おそらくね、道連れですよね。まあ、これもしゃあないかな。まあ、道連れで、僕のランドロスがしばき倒されていくんですけど、ヘブンズゲートによって、漆黒の闇の中に連れ去られていくんですけど、まあ、相手のラス1ミミッキ VS こちらのラス1ナマコで勝てるかどうかですよね。まあ、基本的には勝てるんですけど、時たまにというか、まあ、そこそこの個体数いる呪いミミッキに、100% 勝てないので、相手のミミッキュが呪い型でないことを祈るばかりですけど、ミミッキュ VS 生拳。まあでも呪い型ミミッキュだったらランドミミッキュ対面身代わりから入ってきてもよかった気するから、まあ、呪い型ではなさそう。っていうかそうであってほしい。まあ、ここは一旦浄化から入ります。お、シャドウクロー。いや、呪いだったら絶対これ1手目呪いから入ってきてるから、シャドウクローから入ってくるってことは、絶対に呪いはない。で、まあこれ、まあ、生拳の Z 技はね、僕の動画をもう1年以上前から見てる人とかだったら、まあ、今更説明する理由もないような Z 技なんですけど、まあ、自分自身の能力を全部上げるっていう、まあ、下画面見た方が早いですね。まあ、こういう感じで、まあ、一見何もなかったかのように思えるけど、全能力が1段階ずつ上がってるっていう。で、この状況で独々と自己再生を連打して、ミミッキュをね、はめ倒していきます。ちなみにこれ、剣の前にされたらやばいんじゃないのみたいな意見もあると思いますが、まあ、これもね、生拳の特性とかを知ってる人だったらいちいち説明するまでもないと思いますが、生拳の特性は天然。まあ、どういうことかというと、ああ、シャドウクローか。いや、多分、あ、だよね。これぐらいの硬さ。多分相手、これでさすがに心折れたはず。これは心折れる一手でしょう。対戦ありがとうございました。まあ、インデックスっていうアニメ面白いんで、感受性が高い高校生の皆さんでもし知らない人がいたら、見ることをお勧めします。うわ、知らないポケモン来たんですけど、相手の右の真ん中、あれ、トドグラじゃないですか、もしかして。水族館じゃん、ここ。トドもいるし、ナマコもいるし、完全に水族館に迷い込んだんですけど、もう出てくんのかな、トドグラ。なんか出てきそうだな、自慢のポケモンっぽそうだし。僕もナマコ出そうかな。でもナマコ刺さってないんだよな。でもナマコ出さないと相手のガルーラにボコボコにされそうな気がするんだよな。しゃあないな。初手ゲンガーでランドロスとガルーラ止めるためにナマコ、ハッサムに圧力をかけれる、メガネルヒレ。これで対戦よろしくお願いします。まあ、見てる皆さんには関係のない話なんですけど、まあ、今久しぶりにね、深夜にポケモンの対戦動画を撮ってるんですよ。まあ、深夜にポケモンしてた気持ちを思い出そうと思いまして、自分の気持ちに喝を入れるためにわざわざ、午前1時半、盛りましたね。2時は森尾でした。1時半ぐらいにポケモンの対戦をしていると。これは決してね、生活リズムが崩れてるわけではなくて、まあ、自分の意思で、自分の足で、この時間に、この戦場に立っていると、そういうことですよ。まあ、僕が迷い込んでしまったのは、戦場ではなく水族館だったみたいですけど、オーバーヒート。これは、なんだろう、一応ランドロスとか読んだんですかね。まあでもヘドバクでロトムは処理できるから、ちょっとファンタグレープ飲むわ。深夜に飲む炭酸も肉体に染み渡ってね、己の細胞を活性化させてくれる。生きてるっていう実感をくれる。ハッサム。なんかもう、寝ずにポケモンやってるからマジで頭がバグってる。まあ、ここは切っていいか。バレパン読みとかだったら一旦レヒレに下げてもよかったけど、なんかレヒレに下げるタイミングで普通に剣の舞とかされてた時が、まあ、ディスアードになりすぎるから、まあ、ここはおとなしくメガ進化じゃないんだ。何ハッサムだこれ。叩き落とす。耐えたし、やば。なんだこれ、耐久ぶりハッサムっぽいけどな。まあ、ここはさすがにバレパンだろうし、下げるか。まあ、叩き落とす耐えたのでかすぎて笑った。レヒレに下げて、レヒレがこだわりメガネなんですよね。だからこだわり解除要員としてまだゲンガーが使える可能性があったので、まあ、一旦引っ込めました。バレットパンチ。バレパンのダメージも低すぎるから、まあ、耐久ぶりっぽそうだけど、ハッサム引っ込めて、うわ、来たんだけど、アザラシポケモン。ちょっと待って。頭でかっ。これ初めて見た、こいつ。ポケットモンスター、ウルトラサン、ウルトラムーンの対戦環境で。頭でかすぎ笑った。笑ってない。心なしかなんかあれですよね。僕の飼ってる猫に似てますね。まあ、レヒレは、波乗りでこだわっちゃってるので、まあ、一旦生拳を生贄に捧げます。まあ、どうせ多分絶対レード、だよな、絶対レードしかやることないよな。まあ、逆にこれ生子もやることないんですけど、まあ、一旦浄化でもしときますか。生子ー、別にこいつは消えてよかったとか言うのはちょっとね、口が悪すぎる。死んでよかったもう何も解決してない。まあ、気絶してよかったんですけど、まあ、ゲンガー出して、まあ、ゲンガーでどこまで削れるかだな。気合玉だな、ここは。気合玉一択っすかね。はっ！どんくらい入るんだ、これ。これ絶対レード当たったら危ねえ。当たったら若干まずいかなと思ってたけど。このトド、絶対0度以外何覚えてたんだ何の技も見ることなく気づいたら口当ててったんだけど、あとは多分レヒレで詰めていけるはずなんで、バレーピーあとはレヒレで攻撃してオア終わりかな。対戦ありがとうございましたってこれ倒せる前提で波乗り打ってるけど、あ、オッケーオッケー、さすがにね、さすがに。はい、ということでとある魔術のインデックス面白いんで、まあ、高校生キッズの皆さんは時間があれば見てみましょうという、そういうお話でした。